さんどうもこんにちは、ブラックキャップマンでございます。彼女へのクリスマスプレゼント、お前も何のキャラやねん最近もよ、わけわからんキャラばっかすんなよもう。ということでですよ、もうそんなあのしょうもない話は置いといて、彼女へのクリスマスプレゼント、しっかり、メンズの方、準備してあげてください。よろしくお願いします。でもね、今月もたくさんいいスニーカー出ますよね。欲しいスニーカー今月、まあ何足かありまして、まあ、絶対に欲しいっていうスニーカーが、今月2足あります。で、まあ、その2足っていうのを、本日皆様に、紹介したいと思います。まず、1足目はですねこちらです。ナイキエアジョーダン、レガシー312レイカーズでございます。こちら本作は NBA でも1位2位を争う伝統と人気を誇るロサンゼルスレイカーズのチームカラーをサンプリング、エレファントパターンなど象徴的なパーツ使いはそのままに、アッパー全体は清潔感あるホワイトで、まとめスーシュやスーレースはパープル、ミッドソールにはイエローを差し込む。1991年6月12日初めて優勝トロフィーを抱き涙にくれたマイケル・ジョーダンがNBA ファイナルで、対戦したのがライバルマジック・ジョンソン率いるロサンゼルス・レイカーズ。後世に残る数々のハイライトシーンを生んだ激闘と悲願の初優勝、そして超えなければならなかった宿敵へ、最大限のリスペクトを告げたジョーダンファンにとって極上のカラーとなりそうだ。というわけでですね、まあ、このレイカーズのジャストドンのレガシー312欲しいわけなんですけども、今年入ってジャストドンの、レガシー312がまあ5、6足ぐらい出たのかな。で結構まあちょっと前から狙ってたっていうのもあるんですけども、まあこのレイカーズのカラーリングが出た時からもうめちゃくちゃ欲しくて、でちょっと今月余裕があれば結構夏物の、ミッチェル&ネスのジャージとかが結構セールになってて、一個欲しいなと思ってるレイカーズのアパレルがあるんですね。でまあその夏場にそれと合わせるようにこのレイカーズの、モデルがちょっと欲しくて、ちょっとこれは絶対手に入れたいなと思ってます。続いて2足目の、欲しいスニーカーなんですけども、もうこれ多分スニーカー好きの皆さん狙ってると思うんですけど、一応紹介したいと思います。もう皆さん分かってると思うんですけどね。2足目の紹介です。2足目は、こちらです。ナイキエアジョーダン11レトロコンコルドでございます。エアジョーダン11はジョーダンのリクエストに応え、タキシードに舞うフォーマルな雰囲気を具現化。黒く光るパテントのラインと対照的な純白のアッパーが織りこなすコントラストはシリーズ屈指の美しさとなる。軽量化を追求した内料素材のアッパーやねじれ防止のカーボンジャンクを搭載する最新のテクノロジーが詰め込まれた。過去には2000年、2011年に復刻された。2度目の復刻の際にはアメリカで購入をめぐる暴動が起きるなど、シリーズ作の中でも、屈指の人気を誇る。ということでですね、まあこちらの2足今月、欲しいと思っているまあスニーカーのわけなんですけども、まあなんか、まあ、まず、レガシーに関してはなんかね、まだナイキオンラインでの販売っていうことだけの情報しかまあちょっと仕入れれてなくて、まあナイキの、ジョーダン取扱店舗での販売もあるとは書いてるんですけども、まあどうなんですかね、多分めちゃくちゃでも店舗少ないんで、まあ、買えるかっていうのは分かんないんですけども、もし店舗での販売があるのであれば、店舗の方にも足を運んで、並び動画撮ったりなど、そういうこともしたいと思っております。でまあもう一足の、11に関してはもう多分皆さんめちゃくちゃ狙ってる方多いと思うんで、これはねほんまに買えるかちょっと分かんないんですけど、まあなんとかしてでも手に入れたいと思います。でまあ8日が僕お昼から仕事なんで、これに関してはちょっとね並びに参加できるのかっていうところなんですけども、まあ近くのね店舗で並べれたらまあ並びたいかなって思ってます。でまあ随時ね、いろんなアイテムも、リーク情報出てくると思いますので、まあ、欲しいなと思ったら、この3つ以外もいろいろ買っていきたいなと思ってます。皆さんはなんか欲しいスニーカーとか、アパレル何かありますか？皆さんのねぜひ欲しいアイテムっていうのをコメント欄に書いていただければ、嬉しいと思います。
本日はですね、ちょっと動画短くなっちゃったんですけど、この辺で終了したいと思います。チャンネル登録まだされてない方いらっしゃいましたら、ぜひ、チャンネル登録のボタンクリックして、チャンネル登録の方よろしくお願いします。携帯でご覧の方は、こちらに、チャンネル登録のボタンっていうのが出てないと思いますので、下の方からチャンネル登録の方よろしくお願いします。本日もご視聴いただきどうもありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしたいと思います。どうもありがとうございました。